オルドックカンバ AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあ、この間ですね、新しい栄光勲章のガチャ、これが実装されました。そして、まあ、今月最後ですね、10月31日からですね、まあ、3周年のイベントっていうのが始まるという風になってます。まあ、どちらもですね、ガチャがあると、3周年でもおそらく限定のガチャっていうのが実装されることが、まあ、予想されるわけなんですけれど、まあ、皆さん結構ね、その中で、ガチャの中でね、イベントで実装される新規ガチャについて気になることっていうのがあると思います。それが、まあ、どっちのガチャの方が、今回の栄光の方が優秀なのか、それともですね、次3周年で実装されるガチャの方が優秀なのか、気になると思うんですよ。まあ、今回は3周年で実装されるであろうガチャの内容、まあ、確率ですね。最近よくある優秀なガチャの確率っていう風に仮定して、プラス、その特典ですね。まあ、周年イベントっていうのはいろいろ特典があって、そこら辺を計算に入れていきながら、今回の栄光ガチャとどっちが優秀なのか比較していこうかなという風に思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、まず栄光勲章のガチャの方から話していきましょう。今回はまあいろいろ特典とかも考えて、1万円課金した場合どういう風になっていくのかっていうのを話していきますね。まあ、栄光勲章のガチャまず課金した場合、金券っていうのはですね、1万円課金すると5695金券チャージすることができます。はい、そんな5695金券を課金して、今回新しく実装されました栄光勲章のガチャ回した場合は78回回すことができます。で、まあ栄光勲章なんで、普通の栄光勲章なんで、他には特に特典とかはございません。はい、78回回すことができるというわけですね。これを今回、まあ、3周年ガチャと戦わせてみようかなというふうに思います。対して周年ガチャ、まあ2周年のガチャの内容と、まあ、最近ありがちな、まあ、コラボレーションのそういう確率とか特典の方をかぶせて考えていきますね。まずですね、去年の、まあ、2周年コラボのガチャの場合は金枠確率が 2.1%、 車両の確率が 0.3% というふうになっておりました。はい、まあ、ですが最近のコラボレーションのガチャとかは、もっと金枠の確率高くて、まあ合計すると大体平均で 2.5% ぐらいですね。だいたい 2.4% か、エヴァンゲリオンコラボのガチとかやったら 2.6% 金枠の確率があったわけなんですけれど、まあ、ともかくとして、だいたいまあ平均 2.5% という風に考えましょう。金枠確率 2.5%、車両確率 0.3% です。はい。で、プラス周年イベントっていうのは、ガチャ回すときの特典っていうのが2つついてきました。はい。1つ目がですね、まあ課金チャージするときにそもそも特典があるっていう、この部分。もう1つは、まあお得のパックですね。はい。割引されるお得パックみたいな、そういうのがあるわけなんですよね。はい。プラス、まあ10連ごと特典とかも実装されるかもしれませんが、そこら辺はまあちょっと未知数なんで、今回は、まあ計算の中から省かせていただきます。はい。で、そういう風にですね、まあ10連ごとの特典なしで、まあ割引と、課金のチャージの方ですね、ここら辺を、加味しながら計算していきましょう。まずですね、チャージした時の特典は1万円課金することによって全て受け取ることができます。全て受け取った場合、まずですね、栄光勲章が6個もらえます。そして専属ガチャがですね、1回引けます。で、周年ガチャが9つもらえると、はい、いう風になりますね。で、プラス、そこの課金したですね、チャージした金券をですね、割引パック、お得パックに、まあ、全部出したとしましょう。そうした場合、まあ、最近のこれお得体験パックで考えますね。最近、まあ、ワンパンマンとか、まあ、いろんなですね、コラボレーションにおいて、まあ、割引パックってのが実装されてますが、そこを基準として考えます。去年の、まあ、周年イベントでもお得パックですね、そういうのは、まあ、あったんですけれども、払う金券の額は同じなんですけれども、実際もらえるガチャの個数ってのがだいぶ少ないんですよね。ただ、その個数の、まあ、お得パック、割引パックっていうのは、最近コアコードには実装されてなくて、多い方が実装されてますんで、まあ周年イベント、3周年でもそんな感じかなと思いますので、まあ、そちらで考えていきたいと思います。はい。そうした場合ですね、まあ周年ガチャっていうのは、まずですね、45回引けます。はい。45回プラス、栄光勲章が特典でついてきます。それが29個、ガチャ29回分ですね、ついてくるというわけですね。はい。まあ、実際その栄光のガチャはですね、回すときに、勲章9つで10連できますので、ちょっとまあ、計算は後で変わっていきます。はい。で、プラスですね、まあ、すべての金券を、まあ、その5695金券すべてをお得パックに使うのではなくて、余りが出ます。で、余りをですね、足していくと、11個分ですね、11回分の周年ガチャを足すっていう風になるわけですね。はい。まあ、ですので、まあ最終的に周年ガチャが65回、そして栄光勲章が35個ですね。まあこれ実際は栄光勲章はですね、まあ9個消費で10連ガチャ引くことができますので、まあこちらの方をですね、まあ計算していきますと、ガチャは実際38回ですね。はい。38回今回すことができるという風になります。そしてまあ専属ガチャが1回引けるという風になるわけですね。まあガチャの回数だけで全てを計算していきますと、周年65足す栄光38回。回足すの専属1回で104回ですね。はい、104回ガチャ引けます。はい。104回のうちですね、まあ、確率の方を計算していくわけなんですけれども、まずですね、周年のガチャが、だいたい 2.5% で計算します。2.5% で計算して、栄光勲章のガチャは、今回始まったのが 1.4%。
マイエーからあります紅葉の2020限定物資が 1.6%、まあ 1.4% で今回は計算します。で、専属は 2.1% ですね。まあ、なんで104回回すガチャの確率を、まあ、仮にですね 2.5 で計算すると高すぎますので、まあ 2.2% ぐらいで今回はですね計算していこうかなというふうに思います。 2.2% を104回回すのと、栄光が栄光勲章のガチャですね、今回のやつ78回、まあ、金枠の確率が 1.4% の車両が 0.3%、まあ、この時点で結構差があるんですけれど、1.4% を78回ですね、はい、回した時、これを今回は比較していきますね。まず今回の栄光勲章のガチャの場合、金枠確率は 1.4% です。 1.4% を78回回した場合、金枠のアイテムが1個以上出る確率が 66% という風になっております。1回出るのが 36%、 2回が 20%、 3回が 7%、 4回が 1% と、まあ、1% というか 1.93% なんで、実際は 2% ぐらいですね、はい、という風になっております。対しまして、周年ガチャの方ですね、104回回すことができます。104回で金枠確率は今回 2.2% で計算いたします。 2.2% を104回回すと、金枠のアイテムが1個以上出る確率は 90% ですね、はい、大きく違いますね、はい、90% だったらほぼほぼ出ますからね。10人回したら1人1回も出ないっていう人がいるだけで、あとはまあほぼほぼ出ると、はい、1回排出が 23%、 2回が 26%、 3回が 20%、 4回が 11%、 5回が 5% と、ワンチャン5回でも 5% 出ると、20人回したら1人の人はですね1万円で金枠が5つ出るというわけで、相当な完璧ですね。まあ、でも20人に1人やったら、まあ、割かし起きる確率なんで相当優秀かなというふうに思います。そして金枠の車両の方も計算していきましょう。金枠車両は全てのガチャ、どのガチャもですね 0.3% です。周年の方も栄光の方も専属ガチャの方も 0.3% です。2周年のガチャも金枠の車両が出る確率ってのは 0.3% でした。まあ、ちなみに内容を言いますと、2周年の場合は限定の先生 AY の確率が 0.164% と、あと金枠の車両5台入ってました。通常色の先生とランボ、マクラーレン、リミットシーヤー、これが 0.027%、 全部合計すると約 0.3% です。まあ 0.299% なんですけど、まあ 0.3% でいいでしょう。そんな 0.3% のガチャですね。まず今回の新しく出た栄光のガチャで計算していきますと、 0.3% で金車確率を78回回した場合は 20% の確率で排出することができます。1回出るのが 18%、 2回出るのが 2% という風になってます。まあもうこれ回数が違うんで、どう考えても周年ガチャの方が優秀っていうのはわかるんですが、一応計算しましょう。 0.3% を周年ガチャ104回回した場合ですね、 26% の確率で金枠車両が出ます。 6% 曲がってますんで、結構確率は上向いていると思います。1回排出が 22%、 2回排出が 3.5%、 3回排出が 0.36% という風になっておりますので、金枠の車両に関しても、金枠のアイテムに関しましても、周年のガチャの方が圧倒的に優秀という風になりますので、まあ、金枠アイテム欲しいなとか車両欲しいなと単純に思われている方は、周年ガチャの方を回すべきかなというふうに思います。まあ、対抗して、まあ、もしもですね、今回の血の結婚式の16とか、そういうね、今回の栄光にしか入っていないアイテムが欲しいなというふうに思われているのであれば、今回の栄光ガチャ回すべきかなというふうに思いますので、まあ、トータルで見た時に優秀なのは3周年、もしも栄光に欲しいものが入っているのであれば、栄光ガチャの方がいいというふうな感じですので、皆さん今回のこの動画参考にされてみてください。はい、というわけで今回もですね、またリスナーさんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね。なんかスイッチ来てないですよと。まあ、この間実装されました新しい栄光ガチャの方ですね。スイッチ版では実装されていないと。まあ、スイッチは基本、まずコラボレーション実装されません。あと、期間限定のガチャも基本的には実装されないことが多いですね。まあ、新規のスキンとか、またあと、まあ、半券的にコラボレーションとかはですね、ちょっと実装できないんですよね。はい。まあ、実装して、それでまあ、ローディングが長くなってしまうっていうですね。まあ、コアコードエアーみたいな動作をですね、最近はスイッチでできるようになっているっていう風な感じになっておりまして、スキン表示させずに、入手する手段っていうのも、まあ、削除するっていうですね。まあ重くなっちゃうからですね、スイッチでいろいろ実装しますと、はい、どうしてもまあ仕方ないのかなっていう風に思いますけれど、今度そのスイッチにエーペックスが来るんですよね。エーペックスがスイッチに来た時に比較してどれぐらいエーペックスができるのかっていうところを考えると、まあ小屋行動運営手抜いているなっていう風に思われてしまっても仕方ないのかなっていう風に思います。まあスイッチ版にそれだけ力を入れないっていうことは、イコールまあスイッチではそんなに稼げてないっていうのももちろんあると思いますね。まあ
スイッチで荒野行動をしているプレイヤーっていうのは、まあ、ソフトを買う余裕がないから荒野行動をしているみたいな、そういう側面があるプレイヤーっていうのも多いわけで、そう考えますと、課金額っていうのは、スイッチプレイヤーに関してはあまり見込めないからこそ優遇はできないっていうですね、そういう部分大きいかなというふうに思いますね。まあ、会社として見るとですね、まあそういうふうな選択肢を取っても仕方ないのかなっていうふうには思うんですが、プレイヤー目線で言うと納得はできないんかなっていうふうに、そういうふうに思います。で、次こちらですね。AK の10スキン増やしてほしいと。AK はね、意外と多いんですよね。はい。意外と多くて、出るスパンも多いんで、まあ、また来るんじゃないですか。うん、年末までにもう一本ぐらい。でもおかしくはないですよね。はい。AK ね、最初の方は、なんかね、レアリティの高いスキン全部赤しかないやんっていうふうに思ったんですけど、まあ、幽霊ぐらいからね、違う色のスキンも出始めて、まあ、いいかなっていう、いろんなテイストが増えていいですよね。うん。16とかも最初ね、お前紫しか作りきらんのかみたいな思いだったんですけど、いろいろね、バリエーションが増えていいかなっていうふうに思いますね。ただまあ、全体的に最近荒野行動運営が作る重機スキンっていうのは、色が偏りがちかなっていう。うん。まあ、金色か。赤か、紫か、緑みたいな。うん。だいたいそこら辺なんで、もうちょっとなんか色のバリエーションとか、表現のバリエーションっていうのが欲しいかなっていうふうに、まあ僕は思いますね。で、次ですね。私も精鋭8なのに、金枠車両0なんですと、やっぱり端末によって変わるのかなと。まあ端末とかアカウントで変わるっていうのはないと思いますね。まあ、ただ、どのガチャをどういうふうに使っていくかっていうので、まあ金枠入手難易度っていうのは上がったり下がったりするかなっていうふうには思います。まあ最近のね、ガチャはですね、新規で例えばガチャが出るじゃないですか。出たら数十連ぐらいまでで必ず一回ですね金枠が出るみたいな、なんかそういう天井みたいなのが荒野行動のガチャってあるんで、まあ金枠1出たら止める、金枠1出たら止めるっていう風に、ね、どのガチャもやっていけば、まあわりかし金枠のアイテムっていうのは増えていくんかなっていう、その増えていく中で金枠の車両っていうのはまた多くなっていくんかなっていう風に思います。まあ僕の今のアカウントはですね、あの SS の方に関しましては、まあ、結構引けてますけれど、昔のね本若とかはもう全然金枠車両手に入らんで、最初初めて金枠車両手に入ってのは精鋭10になる手前とか、うん、40万円いく手前ぐらいなんで、まあ、別に僕はたまたま運がいいわけじゃなくて、トータルで見ると、まあ、トントンぐらいなんですよね、今のところ。まあ、ですので、まあ、そうやっていろいろ頭使いながらですね、お得なガチャだけとか、人権のガチャとか、あるじゃないですか、たまに。ね、回数多く引けて、確率もそこそこだから、まあ、出やすいとか、そういうガチャってあると思いますんで、そこだけ引いていくっていう風にすれば、まあ、割とですね、金枠の車両ってのはすぐ手に入るのかなっていう風に思います。次ですね、期間ってなんでいつもガチャに入ってないんですかね、と。まあ、大体、そうですね。まあ、栄光とか専属でしょう。既存のアイテムが入るのは、既存の車両が入るのは、大体7枠ぐらい。7枠で仮定しましょう。新規の車両、新しく作られた車両が1台、1枠取りますね。ジープとカートで2枠取るんで、今3枠、残り4枠ですね。で、まあ、マクラーレンか、まあ、敵が入るんで、そこで1枠ですね。はい。残り残ってるのは3枠です。で、その中で、外れの車両の枠を作らなければならないと。はい。まあ、2枠ぐらい使うですね。あと残るのは1枠。この1枠に、まあ、期間が選ばれる確率ってのは、まあ、やっぱりいろいろね車両がある中で、まあ、ちょっと難しいのかなと。下手したらここに船が入る可能性というのも十分にありますし、チョイスされづらい立ち位置にいるっていう、別に悪い車両ではないんですけれど、まあ、たまたま選ばれてないっていうね、こういうところに入れづらいっていうだけじゃないかなっていうふうに思います。